いきなり4万円超えてきました。取引開始直後の値段は4万201円です。日経平均株価、いきなり史上初の4万円に到達しました。2月22日、バブル期を上回り、史上最高値を更新。とどまるところを知らず、4万円台に突入した日経平均株価。新NISAも今年から始まり、全国的に投資熱が高まる中、被害が激増しているのが、およそ1500万ぐらいになります。なんで騙されたんだろうっていうのと、バカなことやったなと。被害者が語る最新の投資詐欺の手口とは。家族のために尽くしてくれた妻にプレゼントをすることにしました。そうですね、結構みんな派手な感じに、いいとこでいいディナー食べましたとか、旅行、いいとこ旅行行ってきましたとか、どこまで行けなくてもそれなりの金は手に入れることができるんだろうなっていうふうに。巧妙化する詐欺の手口を紐解きます。スタジオには3月から新しく県警16代目減らそう犯罪情報官に就任された太田孝之警視にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。減らそう犯罪情報官の太田孝之と申します。県民の皆様が安全安心を実感して暮らすことができるように、皆様にとってためになる情報をタイムリーにお知らせしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、我々も本当に信頼していろんな情報を教えていただければなと思うんですけれども、早速気になる問題がありまして、投資詐欺ということで実際に増えているんですか？はい、そうですね、去年1年間で、はい、およそですね、6億6700万円の、はい、被害がありまして、はい、今年に入りましてですね、はい、こちらですね、もうすでにあの2月の時点で、その半分のですね、去年の半分の、およそ3億1000万円の被害を認知しております。もう2ヶ月しか経ってないのに半分近くまでいっている。そうですね、はい、増えてきているという現状があるわけですね、はい、その最新の手口を調べました。こんにちは。今日よろしくお願いします。投資詐欺の被害を受けた A さん、去年10月から2ヶ月ほどでおよそ1500万円を騙し取られたといいます。きっかけは身近なところからでした。漫画とかゲームのサイトの中にある広告で、何度も何度も見させられて、変な金の使い方をしなければ大丈夫だろうっていうような気楽に始めちゃった感じですね。 SNS を利用する中で当たり前に見かけるウェブ広告、貯金も増え、株の運用に興味があった A さんは投資関連の広告をクリック。すると LINE を通じて指南役の男から連絡が来るようになりました。何事もゼロからのステップバイステップで成長するものですので、今からでも遅くないです。どんな理由でこちらに来ましたかっていうような質問があって、でもその人自体はなんかどっかの銀行ので何年もそういう株式のトレードの指南をしてたとか、そんな感じの肩書きを上げては来られるんですけど、その後指南役が運営するグループ LINE に招待され、投資に関する知識が共有されるようになりました。株式が好調だったこともあり、利益が出ていた A さん、次第に株式から FX を勧められるようになりました。年末の時期が相場が動くことが多いから稼ぎやすい時期だっていうふうに言われてもいたので、信頼をしていた A さんは言われるがまま投資用のスマホアプリをダウンロード。なぜか女性と思われる名前の個人口座に振り込みを指示され、それを元手に FX 投資を始めました。最初あれとか思いはしたんですけども、そういうもんだっていうふうに思っちゃって、今年中にそれの資金を作れるかなとか。ではなぜここまで A さんは信じ切ってしまったのでしょうか。
取材を進めると詐欺グループの巧妙な手口が見えてきました。スマホで動かせるもので基本通貨の取引が簡単にできるようなツールでした。不都合があるようなこともなく すんなりと動いてたようには記憶してます。実際ダウンロードしたアプリの画面がこちら。初期の取引では1000円弱の利益が出ました。毎回やれば増える、まあ、なんか、まあ、どんどん数字が増えていくのは嬉しかった。最初はおよそ3500ドルだった総資産ですが、たびたび追加投資を行ったこともあり、1ヶ月ほどでおよそ16万4000ドルに。収支も6万3000ドルを超えました。莫大な利益を支えたのは指南役からの的確な指示でした。この組み合わせのやつでトレードします。でその資金だと何ロットいくつ入れるのが推奨ですっていうような案内が来て、その状態で、で今買いましょうっていう感じで連絡が来て、で、まあ、そうすると、まあ、まあ元金から言えば 10% ぐらい増えるようなのを毎日繰り返してる感じですね。しかしこのアプリ自体が偽物。 A さんが見ていたのは実体のない架空の数字だったのです。若干不安にはなったりはしなかったんですかね。まあやってそれで教えてもらって取引をしてる分にはもうほぼ勝ててたんで、まあなんか浮かれてました。 A さんがのめり込んでしまった理由はこれだけではありません。いたのは30とか40とか、内容的にはまあ間違ったことを言ってるわけでもないし、まあそれもすごい話なんだろうなっていうふうな。投資の知識以外にも一部のメンバーからはこういった投稿も。アフタヌーンティーに来ています。いいところですね。家族のために尽くしてくれた妻にプレゼントをすることにしました。かわいい。そうですね、結構みんな派手な感じに、どこまで行けなくてもそれなりの金は手に入れることができるんだろうなっていうふうに。でもそもそもそれもまあ桜なんだろうなっては思うんですけど、年末には自分もどこか旅行ができるかなと期待していた最中、架空世界でのバブル崩壊は唐突に訪れました。出金しようって言われたら、まあ、使用料を払わないと払えない、出金できない。まあ一応指導としては的確だったっていうのもあるから、まあそれはしょうがないかなって言って、まあ 5% で120万ぐらいですね、を払って、まあ、そしたら今度は所得税を払える。所得税をなんであんたが払うのって話で、まあそこでさすがに気がついたみたいです。期間にしておよそ2ヶ月、1500万円を投入し莫大な収益を生み出したように見えたアプリは現在ログインすらできません。ふざけんなよって話ですけどね。で、銀行口座、まあそもそもまあ、個人口座に入金することが、まあおかしいっちゃおかしいんで、まあある程度金額動く時になったら何かしら誰かに相談をしてから動くしかないのかなっていうふうには。人を騙して、まあ、巧妙な手口でお金を取っていくということで、中田さん本当に許せないところはあるんですけれどもね。いや、ここまでやり込まれるとね、なんかこう信じたいっていうか、まさかこれでと思うところあると。これ実際になんかこれお金って戻ってくるんですか？
もしその払った後にこう戻っ、いろいろただ戻ってこないことが多いんですよね。そうですね。そうなると難しいところが多い。難しいと思いますね。ということなんですよね。やはりまあいろんなことがあるんですけれども、そんな投資詐欺で注意しておいた方がいいことというのはどういうことでしょう。はい。まずですね、1点目です。はい。連絡先が SNS のみと。はい。で、投資詐欺のですね、特徴としまして、連絡先が SNS のみで、で相手方 の連絡先の電話番号すらわからないと、はい、まあ、こういったことが挙げられます。でこういった場合はですね、はい、要注意になります。でまたですね、見知らぬ人から、はい、突然ですね SNS の、グループトークに、勧誘された場合ですね、前に入らないようにですねしていただければと思います。やはりこう SNS であったりこうグループトークなどっていうのを知らない人から誘われるのは危険ということがあるがいられるんですね、はい、で続いてこちらです。はい、はい、2点目が、こちらです。で振込先が、個人の口座と、でこちらもですね詐欺の可能性を疑ってください。金融商品の投資などを行う際は信頼性のある業者を選び、取引内容をしっかりと確認をして、やっていただくことが重要です。金融庁登録業者、これはですねその信頼性が、保証されているので、この中から、選ぶようにしていただければと思います。金融庁の登録事業者、そこから選んでいくということなんですね、はい。で、まあ、儲かるっていうと必ず儲かるよみたいな話も出てくるかなと思うんですけど、ね、そもそもですね、儲かる投資というのは、ありえません。で確実に儲かる、元本は保証する、はい、まあ、こういった断定的な言葉でですね勧誘をすることは、そもそもが法律で禁止されております。甘い言葉でですね勧誘してくる業者には十分注意をしていただくようお願いいたします。こう必ず儲かるとかいうそういう言葉に注意をしながら我々もスマートフォンなどを接していかなければならないところがあるかなと思います。今日は県警16代目ヘラ総犯罪情報官の太田圭司にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。